笠森喜恵、4号艇生田文音、5号艇片岡恵里、6号艇北野由佳、以上6選手の対戦です。このレースはすんなりと定番通りに収まっていきます。絶好枠は加藤綾、もちろんインコースに進入となります。全権美のタイム1番時計、そしてこのレースと天地タイムも上々な数字、あとはスタートを決めて半減開始と行きたい1号艇加藤綾の陰線です。2コースには2号艇西田哲里、昨日初日は5コースからしっかりと船券並びもありまして、中間着2つ的確に着をまとめてまいりました2号艇西田哲里、ここも上位入着を狙います。3コースには3号艇笠野幸恵で、ここまでがスローとなります。4号艇生田文音に4コースの位置、5号艇片岡恵里が5コース、6号艇北内科が大外のコース。枠番通り2つに分かれて3対3、現在風速2メートル前後、現在わずかに横風という状況でしょうか。シリーズ2日目の攻防、4コース角1に4号艇生田文音、一方のコース1号艇